プリンセス・ドーは、1982年7月に、アメリカ合衆国ニュージャージー州ブレアーズタウンで、発見された、殺人事件の被害者の通称である。事件の被害者である若い女性は、2022年現在でも、身元不明のままであり、被疑者の検挙にも至っていない未解決事件である。1982年7月15日早朝、ブレアーズタウンの、 シーダーリッジボチスミにある小川の堤防で若い白人女性の遺体が同地の墓掘り人によって発見された。被害者の推定年齢は14歳から18歳、身長は5フィート2から4インチ、体重は100から110ポンド、頭髪は茶色で肩までの長さで、顔は判別が難しいほど激しくオーダーされており、死後2から3日から1週間と推定された。遺体は、 赤色半袖の V ネックプルオーバー、赤色地に白の水玉模様や孔雀の羽の模様などが入った薪スカートなどを着用し、頭髪には14金製の十字架がついた、チェーンネックレスが絡みついており、また右手の爪にのみ赤いポリッシュが塗られていた。体に手術痕やタトゥーなどはなく、下着と靴は身につけていなかったが、性的暴行が行われた形跡はなかった。 しかし、被害者の手や腕には、防御装と見られる傷跡があり、生前に犯人に対して激しく抵抗したことが、推測された。被害者の身元は、捜査によっても判明しなかったため、プリンセス銅と金で呼ばれるようになった。銅という名前は、英語圏で、架空の性を意味し、身元不明の遺体が見つかった時などによく用いられる、ものである。 これまで何件かの同例の白人少女の行方不明事件と称号が行われたものの35年経過した2017年の時点でも被害者の身元被疑者ともに不明である。ウォーレン軍の検察当局では本件の捜査を現在でも継続している。遺体は1983年1月に同じシーダーリッジ墓地内の発見現場近くに埋葬されたが 1999年に DNA 検査の検体を採取するために一度発掘され、その後同じ場所に再度葬られた。2007年7月15日には遺体発見から25年が経過したことをきっかけにプリンセス堂の追悼式が墓地で執り行われた。100人以上の市民だけでなく過去に捜査に関わった関係者。 数人の報道関係者もこの式に参加した。プリンセスドーについては HBO が番組内で特集を組み、ニューヨークタイムズを含む新聞などの活字媒体でも取り上げている。全米の行方不明者について取り扱うテレビ番組、アメリカズ・モースト・オンテッドでも事件について特集するなど、被害者の身元確認と事件解決に向けての試みが続けられている。 この未解決事件は、アメリカ国内における身元不明の犯罪被害者についての記録を国家的なレベルでデータベース化する誘因となった。プリンセス・ドーは、このような事件で FBI が記録した最初の例になった。25イヤーズ・アフター・ハーデス・レジェンド・オブ。 プリンセスド LIVESONPOCONORECORD.com ウェブサイト2010年9月5日閲覧アメリカズモーストオンテッド2010年9月5日閲覧ありがとうございます